豊橋じゃなくて上級急行あたりだったら行けるみたいですね。今19時38分はギリギリ80万か80万やめたときどうすんだ。俺ってなんかあんのかな。でもここも明日の夜なんかすっごい人になるでしょうからね。あの秋田神宮の声で行くんですかね。この駅の先のところで中部国際空港の方に行ってやると豊橋方面に分かります。東岡崎高温に止まります。特列車は1号車2号車で座席は指定です。特列車には乗車券のほか任意チケットが必要です。本当です。 JR の東海道線知ってますから、もうすごいな。ここに出た方がいいか。この道も普通でいいのか。NHK で例えて正解できたね。やっぱ一般車すっげえ混んでたね。特に豊橋方面は今に一番が一番いいかもしれない。そもそも岡崎に行くのもこの時間ですもんね。ここって福祉だったっけな。どうだったっけ。まもなく3番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。大田川方面の常滑行き普通です。
通常の列車がっていうと、うわーっと登って、ここかなと思うと、休日運休なんですよね。休日運休をなくしていくと、17時20分終電なんですよ。これが名古屋のどこある、名古屋市と、こんなのがあるのかということなんですよ。本当にあるんですよね。ということなんで、とてもじゃないけど乗れないんで、歩いていくしかねえのか。歩いていくしかないか。かってことで、一旦大江駅から出ましょう。マジか、これ行って帰ってくるの。駅ね、片道だったら私もね、往復って考えると本当に嫌やな。嫌って言っちゃった。なんで久しぶりに公園に行ったのか、ごめん、こんな時間かな。いや、そういう企画考えたら、あなたしゃあないんだから。ああ、出てるのかな。何が出てたか、ほんと。じゃあ考えたら、沿線、会社によって全然難易度が違うな。ただ、東の名古屋港。行きますか。これだったら出てないのかな。近くて遠いんだよな、これ。一応海側の方投げてたみたいなんで、一旦通りに出て、通り曲がってたらいけそう。もう忘れ帰りたい。忘れ帰りたいよ。なんで東名古屋港駅、しかもこんな暗い東名古屋港駅なんて、どこに需要があるんだ。とりあえず行きましょう。ここからずっと行って、内科は早川さんで、歯医者さんは歯医者さんなんで、よし。8時だよ。いやきつい。しかも涙見せたってね、最悪一泊すればいいやないかって思うかもしれないけど、あれ往復切符ってあの企画乗車券のやつ買いましたけど、あれ翌日まで有効なんでね、なんとしてでも今日名古屋行ったら乗らないといけないんだよね。でこんな、なんてこんなプランが、ここまあ沿線沿いときは大丈夫でしょう。気がつくかも。確実に違うな。だってまだ駅のホームだもんな、これ。中国国際空港行きの行きますよ。最初に行くよ。あそこの高架を越えていかないといけないのか。そして、いや、めちゃくちゃ冷えるよこれ。冷え。そうですね、この先に、ある高架ね、今古戦橋でいいのかな、こいつをまたがないといけないんですね。で、多分あそこに止まってる列車が東名古屋港のやつに使われてる列車やと思います。多分ね、これしか調べてねえっすよ、わかねえっすよ。
って下くぐっちゃうとダメなんだな。もう結局元に戻るんだ。あーもうもう踏んだり蹴ったりだ。ああ足場やグッとグッと。あ足場ね。でここ渡ったらいいのか。これどこの交差点だ。高速通り。あでも通ったことあるのかな。えっていうかこれ歩道止めてあるの。歩道向こうに行かないとないか。え止まない。ああ違う。あれ端っこからあるんだ。はあ、ははあ、は。とどめのように風が冷てえな。ああもうやってらんねえよ。なんで東名古屋港駅なんてあるのよ。